どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、奥田です。よろしくお願いします。そしてゲストに作家の山田ナビスコさんが来てくれてます。よろしくお願いします。どうぞお願いします。はい、はい、じゃあ奥田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、はい、筋肉マンの衝撃シーンランキングということで、うん、まあ、ちょっと ね、まあ、いろんなところをかぶってくるかもしれませんが、そうですね、はい、こちら見ていきましょう。はい、はい、じゃあまずは山田さんの第3位からお願いします。筋肉マンがアメリカ遠征から帰ってきたら、あの家をゴキブリだけど、ゴキブリめっちゃ出しますよね、先生。衝撃ですね、初心の衝撃的で、でも追い出さずに一緒に牛丼食いこつでね、お母さんゴキブリおっぱいあるんですよ。これはちょっと、そうです、ね、追い出さないんだって優しいな、筋肉マン。筋肉マンゴキブリに優しいですよね、優しいめちゃくちゃ。そう、まさかクリスマス会開いてくる。忘れてたな、これは。すごくびっくりして。だってもう結構いろんなベルト持って帰ってきましたよね。そう、結構いいね、ハードな試合して帰ってきたら一発目これだったんだ。えっていう、やっぱただじゃ済まさないですね。よかったですね、はい、衝撃でした、はい、ありがとうございます。じゃ僕の第3位はですね、こちらですね。ドクターボンベがウォーズマンの脳を蘇らせるのを忘れてしまったシーンです、ね、私としたことがっていう、ね、こんなことあります。、まあ、焦ってたからね。焦ってたけど、でこの前にね、なんかこのネタ話はしないでしまったみたいな、うん、なんかちょっとしたミスしてしまった、これがあのウォーズマンの戦いに響かなければいいがみたいなこと言ってるんですけど、いやいや、致命的なミスしてたから、ね、響くに決まってますよ、これは。もう素人超人になっちゃったんだから、ウォーズマンが。ただのファイティングコンピューターですから。そうです。いやでももう何もできなくなっちゃってんだから、ベアクローを投げた、ポテンって落ちて、投げるのも別にありだなって思いましたけど、これはちょっとびっくりしちゃいましたね。出てきた時かっこよかったんだけどな。いや、そうなのよ、俺はミート君をね落とそうとしてね、うん、そうで、かっこよく登場したから、うん、こっからウォーズマンのこう逆襲が始まると思ったら、うん、脳がね、戦い方忘れちゃって、ちょっとね、しょうがねえ、はい、それでもまあちょっとしたミスですからね。いや、ちょっとしたミスじゃないのよ、心臓にしか集中してなかったんだよな。いや、だって心臓さ、手術した時に脳まで頭いく。焦ってるからね、鬼が来るからね、鬼たち。それぞれ常人だったらそうかもしれない。ドクターボンベですから、これは常人化一の医者が、鬼たちが見回りに来るから、それは忘れるよね、いや忘れないと思うけどな。忘れると思うんだけどな。で、私はですね、まあ、これでもちょっとね、すみません、再三山田さんが言ってますけど、ああ、まあやっぱウルフマンバラバラ事件ね。バラバラ事件。ウルフマンバラバラ事件って言うな。これはもう衝撃。まあこれびっくりしました、確かに迫力もあるしね。ギャーって思いましたし、やっぱ手とか足を昔よくちぎれてましたね、漫画で。最近はちょっと倫理的に無理なのかもしれませんが、筋肉マンはすぐちぎれますからね。はい。まあだからそれはね。まあ、ウルフマンがやられた時の衝撃はでかかったですね。やっぱなるんですよ、ここに、うん、だって僕これアニメで見た時がちょうど多分5歳とか6歳ぐらいかな。ああ、本当に兄貴に何回も聞きましたよ、これ死んでないよねって。まあまあまあ信じられないですよね。信じられないです、ね、うん、でみんなで集まって、あれどうなったのって言ったら、島村くんっていう小学5年生の先輩がいて、島村くんは単行本読んでるんで、もう出てこないよって言って。言うなよ、そんなの。言われましたね、島村くんに。これはね、まあ、衝撃ですね。島村くんは山さんね、俺よく出すんですけど、俺ん家の目の前に住んでるんですけど、あの筋肉マンの単行本を全部あのケツ1巻のケツと2巻の頭をノリでくっつけちゃってるんですよ。で全部12巻ぐらいまでくっつけたアコーディオンみたいにして読んでる。いやー、ツーだな。ツーじゃない。何なんすかその呼び方。島村くんはすごい憧れました。島村くんすごいなーって。ずっと読みたいじゃないですか。いやいや、もう一巻ずつ取るのめんどくさいから。その真ん中らへんめくる方が絶対めんどくさいですよ。アコーディオンにして12巻もあったらどうやって読むんですか。島村くんアコーディオンにして
島村くん、あの超絶過激っ子で、あの夜まで帰ってこないんですよ。お母さんが帰ってこない時があって、でなんか毎日500円とか1000円置いてあるんですよ。それ全部金消し買っちゃうんですよ。ついてって見に行って、島野くんが金消し買うの見て、すげーっつって、ダブったらくれるんですよ。でアニメ始まって金消しの頃、あの高校入ってるんですよ。もう、あ、そうなんです。で仲いいやつがいて、寝不足だって言うから何したのって言ったら、金消ししてたら寝ちゃったって。高校生だってお前金消しって寝るだろって。怖いなそれは。みんなそれくらいやっぱ夢中になってる、夢中になってるんですよ、ね、高校生まだもいやすごい。俺緊急車買わなかったけど。高かったですもん、100円ですもんね当時あれ。当時結構ね、うん、はい、じゃあ山田さんの第2位ですね、はい、アデランスの中野さんが妻のキミコを本当に信じる感想してる。これも本当にひどいですよ、ね、ボケで言ってますけどずっと、うん、口癖ではあったんで、女房七に入れても見なあかんみたいなの言ったんですけど、うん、本当に入れてるところが嫌されてしまうっていうのが、ね、いくらになったんでしょうね。いくいや七に恐ろしいです。これ人道的にやっぱり時代ですよね。ギャグとして書いても OK だったって、こんなの今書いたら大問題ですよね。まあ、女房を七に入れるって言葉があったわけですよね。まあね、江戸時代は本当にそうなったみたいな。そうですよね、それは全然ありますもんね。人をね、やるの。確かにこのプロレスのチケットいくらなんだろうな。やっぱでも筋肉マンの前半は本当日本って昔、まあ、社会的にまだ未熟だったんだなっていうのを感じますよね。それはすごく、うん、すごい、あれちょっと本当にやってたっていうのね。多分アニメだとないのかも。ないですないです。さすがにないんじゃないですか。中野さんは、まあ、アデナンスの中野さんとして解説でしか出ない。実況みたいな。実況みたいな。解説でしたよね、ポジション。でこっちはなんかあれですもんね、普通の普通の人ですもんね。普通のただの不安。アニメだと田津浜さんがいないの。田津浜がいないです。だからそれが中野さんになっちゃったんだよね。っていうところで言うと、衝撃だったなと。じゃあ僕の第2位は、こちらですね、ラーメンマンがブロッケンマンをキャメルクラッチで、上半身と下半身を真っ二つにするシーンですね。まあだからこれが多分一番なんか最初の本当の残虐シーンというか、でビビりました。こんなことやっちゃうんだと思って、なんか今までギャグだったのに。アニメだとラーメンにして食べちゃうから、ね、伸ばしてね。それだから俺もそれはなんとなく知ってたんですよ、情報として。で、あ、それ漫画でもあんのかと思ったら全然違かったっていうのもまあありますね、情報と違かったっていうのも。これが有名なのが、その確か担当編集が中野さんなんでね。中野さんが血塗りつけたっていう。井上先生は2つしただけなんだけど、もっとインパクトにしようっつってダーンとぶちまけたら、井上先生大丈夫なのかなと思ったらすごい反響があって、このようになったっていう。確かにここまでその血がいっぱい出るみたいな演出あんまなかったですもんね、うん、まあ、こんなしかもリアルな感じのね、うん、血しぶきみたいな。なんかね、当時の編集者の人たちの本読むと面白いんだけど、うん、当時の編集者の人たちってジャンプの編集者の人たちってバッチバチなんだって、そのもう俺の漫画一番漫画家育てるみたいな。なるほど。で体育会系のがあって、で体育会系なんだけどそのノリについていかれなかったのが鳥島さん、うん、へえ、だけがもうだからラブコメみたいにやれた方がいいやった方がいいってずっと言ってて、うん、他の人たちはもうゴリゴリのもう本宮先生の一派ですから、みんなうわーってなってて、そうした中で1位取るぞ筋肉マンっていうのでやったとかって言うらしいですよ。なかなか貴重な話ですね。ありがとうございます。はい、じゃあ私ですか。はい、私はですね、まあ、先ほどのロビン・マスクがね、あ、ロビン・マスク、ウォーズマンが記憶がなくなっちゃってね、うん、もうどうしようもないってなった時に、もうこれどうするんだってなった時に、ロビン・マスクがね、うん、なんとね、いきなりね、あの壁にね、頭突きしてね、ポストにね、頭突きしてね、マスクを割るんですよね。で、何をするんだと思ったら、あの掃除してるやつのモップを借りて、そのモップをバシッて破って、頭にグッってやったら、バラクーダになったんですよ。嘘だろ、
見つけたね。いや、なるよね。これ普通にやったら素顔のロビンにモップのこれがちょっと乗ってるだけになってると思います。このモップが相当高級なんですよ。だからバラクーダの髪の色もあの色だったってことですね。あの灰色っぽいモップの。これいや取っても良くないですか。じゃあ取って割らないで取って、ね、モップを乗せ、まあでもモップがどうやったらこう2つに割ったってことですか。こう急いでたんだろうね。早くしなきゃ。こういう風に完璧にバラクーダに、完璧なバラクーダ、ね、これと同様のさ、やっぱ僕は許せなかったところがあって。許せなくないでしょ。あ、衝撃的だったところがあって、すいません。あのソルジャーがあの強盗に拉致されてる女の子のところにどうやって行くんだって言ったら、あの着てる服をビリッて破いて、あの黒いところにつけてバッてやったら、ね、ロングコートになっちゃったんですよ。で神父になるっていう。ペッキンに入れたら布伸びるから。大丈夫。めちゃくちゃ長い布になっちゃったんだよな。あそこも衝撃でしたけどね。ペッキンは黒かっつって。はい。はい。じゃあ、山田さんの第1位ですね。またスプリングマンなんですけど、はい、スプリングマン、あの最後のね、バファローマンが魂、はいはい、巨人パワーやるときに、はい、ウルフマンの右腕が鳥取砂丘に転がっているってまだね、回収されてなかった、ね、回収されてなかった。だから、まあ、ロビンのね、はい、まあ、沼はあの行けば分かるんですが、ね、しょうがないからで、はい、でウォーズマン埋葬されてて、はい、ウルフマンだけ砂丘に掘って、ね、砂丘だったからちょっと埋まっちゃってたんじゃないですか、まあ、これだけがね、たまたまね、ちょっとかわいそすぎたなっていうのがあってまあだから院長はやっぱ負けたやつの片付けるの忘れたりしますからね、やっぱりね。だから探してて、うん、まあ砂だから見つからなかったのかなとも思ってはいるんですけど、うんうんうん、さすがにちょっと扱いここだけかわいそうだったなというか、まあ、大相撲だけね、ちゃんと顔を切ってたんで、まあ、各地で多分復活させたかったっていうのはあるんでしょうけど、それにしてももし遺体が回収されていて、うん、焼却をされてしまっていたら、あ、なるほど、右腕だけ逆に残っててよかったなって思ったら、確かに確かに、そこの背景があればね、全然話違いますけど ね、超人は焼却じゃないっぽいですもんね、なんか、そうなんだよね、埋めてるっぽいですよね、うん、まあ、これはちょっと、ここだけがね、1位、私はちょっと、はい、ちょっとウルフマンかわいそう。なるほど、ありがとうございます。じゃあ僕の第1位は、こちらですね。スーパーフェニックスがビビンバにキスしたシーンですね。すぐキスしちゃうんだよな。いや、こんなテストを言うまで一回もなかったじゃないですか。はい、いきなりね。急にビビンバに、なんかビビンバのことを、いや、そうなんですよ、気に入ったっつって、でなんかこのやり方しかなかったかなっていう、うん、もうちょい乗せてるだけでよかったじゃないですか。で「筋肉マン」も変なやつで、うん、でもその俺とお前はそのうちの親とかが妻にするって言ってるだけで付き合ってる関係じゃないみたいな言うんですよ、うん、付き合ってる関係じゃない。でビビンバがその「じゃあ私は決めました」って言って、このフェニックスさんとスグル様の勝った方の妻になりますって言って、それ言ってんのに、ビビンバが勝った方の妻になりますって言ってんのに、その後またキスするんですよ。いや、勝った方だって言ってんのに。いや、まあ、勝つ自信があったら知りませんけど、話聞けよって知りませんけど、めちゃくちゃキスするんだよな。確か、この後、スグロさんロビンにキスしてって言わなかった。でも意味がわかんない。意味がわかんないですよ。マジで意味わかんない。意味がわかんない。いや、これ本当なんだったんだろうなって思ったんですよね。不思議なんですよね。不思議なことをやるんですよ、ね。まあ、これで焚き付けられたのかな。まあめちゃくちゃ悪者になりましたけどね、これでフェニックスさらに。はい、うん。じゃあ私はこれですね。はい、まあ衝撃シーンっていうのもあるんですけど。うん、まあ、マンモスマンがね、ゴーレムマンをあのゴーストキャンパスで首をねじ切ったんですけども、うん、まあこれは確かに衝撃だったんですよね。ただ一番衝撃だったのは、これを見たうちの兄貴が、あの布団を こたつの布団ってでかいじゃない、はい、あれをこたつがない時に、そのこうでかい布団で使ってる時があったの、うん、なんかそこに入れるみたいな、はい、
でかいからそこに俺の頭を倒立みたいに刺して、うん、あのゴーストキャンパスをしようとしてる。それでもシーンじゃない。あなたの思い出の話ですから。衝撃的な思い出の話ですね。いや俺は嫌じゃなかったですよ。ただそのゴーストキャンパスみたいになるかやってみようって言ってゴーストキャンパス思い出のシーンだけで衝撃的ではないんですよ。それはだからね、本当にね、筋肉マンってすごいですよ。男兄弟がいたら、もうとんでもないことになりますよ。まあ、弟は大変ですよね、絶対にね、うん、男兄弟でゴーストキャンパスやってみようって言われて。いや、すごいですよ、何でもやってみたくはなっちゃうと思うんですよね、まあ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 、ね、いろいろやってますね。いろいろやりましたよ、ほとんどの技やりましたから。はい、なるほどね、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、衝撃シーンランキングですね、はい、ありがとうございました。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。困りましたな、委員長。トーナメントマウンテンへの作家は8チームだけです。1チームどうにかしなければ。こうなれば実力行使だ。弱小コンビにはご退場願いましょうかね。えヘルミッションエルズさん。いや、そいつらめちゃくちゃ強いよ。どうも、ありました。